浜村渚の計算ノートは、青柳平気人による日本の推理小説のシリーズ。イラストは、霧の一が担当している。2009年7月より、講段社バース及び、講段社文庫から刊行されている。数学を題材にしたミステリー作品。シリーズ第一作は、第三回、講段社バース小説部門受賞。作者のデビュー作となった。 2019年10月時点で累計発行部数は110万部を突破している。執筆のきっかけについて作者は中学生に数学なんか勉強して一体何の意味があると尋ねられて答えに困り、それなら自分なりの答えを見つけてみようと執筆したと述べている。元江圭介作画の漫画版が月刊少年シリウスにおいて 2013年7月号から2016年2月号まで連載され、その後は水曜日のシリウスに移籍して2016年2月3日から12月21日まで連載された。少年犯罪の元況として学校教育から数学が排斥された日本。それに生き通る数学者、ドクター・ピタゴラスこと高木玄一郎が結成した黒い三角定規がテロ予告を行う。 対抗すべく警視庁に設置された黒い三角定規特別対策本部に迎えられたのは女子中学生浜村なぎさだった少年犯罪が急増した理由を義務教育の内容と関連づけた論文が心理学の権威により発表されたことを受けて小中学校における義務教育の内容が刷新された日本が舞台心を伸ばす教科として 道徳や芸術科目の比重が大きくなった一方で、従来の科目の内容は削減されている。特に理系科目については、物事を数値化し、数理現象、物理現象など、事実だけを重んじる科目は、心を尊重した人を慈しむ、人間性を否定しうると、大幅に削減されてしまい、数学と理科は週に1回、月曜日のみに行われる。 しかし月曜日は休日になることが多く、科目と言えない状況となっている。このことに反発して、数学テロ組織、黒い三角定規が結成された。黒い三角定規、特別対策本部がよく協力を依頼する監視機科の班。仕事の制度はベテランにも引けを取らないほど優秀だが、監視機科の中でも、ビティアスや蝶のタトゥーをするなどがあらが悪く、 警察の風紀を乱すということで嫌われている。そんな23班に対策本部が協力を依頼するのは大戦と仲が良いため、渚の話でよく出てくるが、ほとんどがカタカナ表記。ミ岸勇シ岸マテリアルの社長。ミ岸マテリアルイコール、ベッキーハットキリの位置による差し絵が豊富にあり、各話の最後に、クイズ、青柳壁人先生からの挑戦状を掲載している。 元へケースケ作画の漫画版が月刊少年シリウスにおいて2013年7月号から2016年2月号まで連載されその後は水曜日のシリウスに移籍して2016年2月3日から12月21日まで連載された基本的に原作準拠だが原作2冊目のその初継代、カラフルはカットされているありがとうございます